なんかさ、これ釣れなかったらさ、ダメだみたいな空気になってないなでも今日はクロダイだけど、まあ他もいろいろ混ざると思うから。そうですね。はい、何が混ざるっけ？ね、クロダイにどうだろうな。クロダイ、糸よりとか言ったらまた。ああ、そうでしたっけ？糸より混ざったり。まあイサキ釣れたりしたらいいよね。そうですね。まあちょっと五目狙いで今日は。はい。まあ、いろんなのが釣れたら、ね、50センチオーバーのクロダイが釣れてるっていうんで。50センチオーバー、はい、50センチオーバーって言ったらなんか言い方があるんですか。あ、そうそうそう、年なしで、年、あ、よくご存知でだったっけ。そう、5年経つと年が分かんないと。そう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 、年なし、50センチオーバーだと何年いってるか分からない。そうそうそうっていうなんか言い方するよね。あ、そうです、うん、まあ、そういうのは釣れたら結構いい引きするんじゃないかなと思います。そうですね、はい、楽しんで釣っていきたいと思います。よろしく。これが餌か。すごいな。これ溶けてないでしょ。これ溶けてない。ほかさないとダメ。とりあえずこの3本針から俺も行ってみようかな。3本、3本から行こうかな。いいね、いいね。いやいやいや、よかったね、晴れて。で、雨予想だったよ。そう、これいいよ、最高だよ。これ、やっぱ 3本じゃない方がいいんじゃないですか。ね、やった方がいいね。それ1本針ですか。1本針、もう1本針が入った。もういきなりもつけたから2本あるよ。あ、2本ある。あ、やった、やった、2本針、2本針これなら持てないの、2本針。よし、オッケー。下から何メートル上げてる。3メートル。3メートル。でも餌取られてるってことはさ、餌取りにやられてるんだよね。みんな餌取られてますね。取られてるでしょ、うん、だから餌取りだよ。マメに餌つけてくる。だって餌ついてなかったら釣れるわけない。そうですね。出てるわけ。出てますね。大丈夫ですね。そうは大丈夫。あと餌を取られてるから、すごい目に見た方がいいかもね。下もほら、噛んで。下も噛んで。全部、あ、それでクロダイだって。うん、餌残ってるのがクロダイだって。はいね。そこに着いたら、もうそこでビスを巻いて、振って、で、そのまま3メートル歩いて、それで待つ。これ5人いいじゃん。あ、それで78センチ。もうちょっと下で。よし。チャンス。両方これつけちゃう。よし、でも俺もこんな当たりないのないね。そうですね、今までなかったですね。当たりがないんだもん。何？何だよ、何これ。何だよ。なんかコツがあるんですかね、やっぱりね。下でこうやって振って、下ろすイメージでね。絶対釣るよ、なんか釣らないっていうことはさ、下でこの後か。
なんか入ってますね。あ、なんかいる。いる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 。なんかいる。やったやった。ちっちゃいけど。超ちっちゃいけど。超ちっちゃいんだけど。ベランだったら嫌だけど。ね、これベラン？この肘はベラン？ベランとか開かないですよ。イサキ違うわな。うわ、おじさんだ。本当におじさん？おじさんのおじさんって言っちゃったよ。おじさんじゃないのこれ。これおじさんでしょ。でもひげないよ。あるじゃん、ひげ。ひげある。ひげある。しかもがっつり飲みます。何笑ってんの。おじさんじゃん。初ヒット。でした。まあ、2人ともなの。あと3時間で、あと3時間の？ 3 時間あります。よしよし。まだ3時間あるんだよ。釣れる3時間あります。2匹は釣ろうなんか。1匹は。大地さん、4メーターの時って。餌はどこでは？2メーターくらいから、この背を下がって、4メーターくらいに見せると、潮が動いてるから足下がってくる。今入れた方がいいんだ。今、これ今。煙幕これ。煙幕。こんなもんでいいのかな。適量で大丈夫です。煙幕は晴れと。当たりないです。どのくらい当たってほしい。いや、この2時間何もない。前もそうだったね。なんか。4時間ぐらい来なかったな。ヒラメの時は5時間でしたよ。5時間だったら来なかった。それも痺れるね。痺れた。ちょっと来ないんだね、最近ね。みんな当たってないもんね。これもショックだね。5時間当たんないと、何しに来たんだろう。ムカつくを超えちゃって。そうそう。その時は午後もお願いしますって。そうだよね。延長しよう。あげれないね、俺のままじゃ。このままじゃ動画にならない。ここで1時間の猶予ができたって言うたら、ここで日本が吹いてるところをどっかで来ないか。どっかで来てくれ。来た。何だろうこれ。予言通りです。何一体。一体何なの。何が違うの。何が違うの。何だろうね。何とが違うの。黒だ。でかいね。でかくね。黒だ。黒だ。黒だ。なんかさ、悪いことじゃないよさ。なんかさ、これ釣れなかったらさ、ダメだみたいな空気になってないな。でばかりが釣りじゃないってね。この、なんか、数時間の緊張感、すごくないこれ。6時間もずっとこうしてんだよ。もう4時間だよ。ずっとこうしてんだよ、ほとんど。朝6時から。ありえないでしょ。朝の、2時に起きて。2時。本当に。いや、2時に起きなくちゃいけないのに、1時15分に起きて。起きちゃったんですか。起きちゃったんですよ。ここ寝れねえみたいな。どうしようか。それぐらい気持ちを持ってきてんねん。釣れないときは釣れない。ほら、釣れてる人がいるからさ。うん、釣れないやつが悪いね。なんだろうね、あれ。なんだろうね、あれ。うわ、すごいね。さっきのイワシを食ってる、なんかが食ってるんですよ。イワシを何かが狙ってきてるの。回しながら来てきちゃう。来た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 。おー、よし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 いいじゃないですか、いい。
たよ。あ、これだよ。あ、これだよ。これだよ。あ、でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。お、でかい。あ、でかいでかい。おお、一歩前。前。よっしゃ。打ったぞ。でかいでかいでかい。やったやった。よっしゃ。はい。イエーイ。さあ。ありがとうございます。48弱だ。48。48。48。いや、惜しい。48センチ。あと2センチ。あと2センチで50だ。でも立派だよ。立派だよね、40。ああ、いいね。48センチ。まあ、串なしにはね、足りなかったけど。まあ、48。立派だよね。ということは、俺が一番でかいの釣ったのか、はい、ですね。よっしゃー。よっしゃー。OK。いや、ほんとに。すごい緊張感でした。どうも。時間内に釣れて、よかった。いや、嬉しい。はい。次回も楽しみにしてます。よろしく。